さあ、今回は変態スイングベスト3と銘打ちまして、須藤ちゃんが厳選に厳選に厳選を重ねて、独断と偏見で選んだ3人を挙げてみました。ああ、これは変態だなーって。うん、これは変態だよーって。そういう3人を選んでみました。まずは第3位はこの男。マシューウルフちゃんですよ。 見てください、この豪快系変態スイングを。すごいの一言ですよね。これはね、ちょっとゴルフやらない人でも、あれこいつはちょっと様子がおかしいぞと思うんじゃないでしょうか ?2019 年、プロ3戦目で初優勝してますね。3M オープンでしたね、確かね。素晴らしい優勝でした。 えー、同期がまた豪華でね、コリン、モリカビクトル、ホブラン、スーパースターが揃ってます。このマシュールフも含めて3人でビッグスリーなんて言われてましたけども。コーチはね、かの有名なジョージ・ガンカスコーチ。GG スイングを発明者ですよね。まあ、これについてもちょっとこの後触れていきますけども、ジョージ・ガンカスの最高傑作と言われてます。さあ、それではマシュールフちゃんのスイングをじっくり見ていきましょう。まずはこの特徴1。 フォワードプレスですよね。フォワードプレスって何ですかって言うとね、このスイングする前に少し初動をクッと作ってあげること。もういろんなショフォワードプレスがあるんですよ。この腕を少し動かしたりだとか、足踏みしたりだとか、このマシュールフに関しては右膝をクッと入れる動き。これが彼が指導しやすい、スムースにバックスイング上げやすい動きなんですね。で、このバックスイングですよね。これ最大の特徴ですよね。 超アウトに上げていきます。行かれてるぐらいアウトに上げていきます。アウトローなバックスイングです。で、盛大にヒールアップとシャフトクロスしていきます。このヒールアップは、この後使う地面反力のために、地面を押すためにまず上げてるっていった感じですね。準備運動という感じです。そして、このトップですよね。 この盛大なシャフトクロスあんまりいい動きとはされないんですがこっからどうシャローに持っていくんですか、まあ、シャローイングですよね今 PGA ツアーの95%ぐらいはシャローイングでスイングをダウンスイングを行うんですけどもこっからどうシャローイング持っていくんですかってことなんですよ普通こっからスティープにねクラブが立って降りてきそうなもんですけどもそれはアマチュアの考えですね彼はこう来ます見てくださいこれ 超絶シャローに入ってきます。超クラブ倒れてるでしょ、これ。超立ってるとこから、超倒れるんですよ。こんだけクラブ倒せるってのは、もうすごい。これやれ、な、簡単じゃないのこれ、クッと右、なんか右肘、クッと中に入れりゃこうなるんじゃないのなんてね、あの、ゴルフやっ,てやったことない人は思うかもしれないけど、これができないやれたらみんなやってる これディンスこの動きすごいすですで超インサイドから入ってきて右肘が超脇腹にくっついてますねでここもまたね特徴的伸び上がってくんです下半身が下半身が地面反力でカーンとジャンプしてくんですねあのー、俺この間も言いましたけども左左後ろっていうんですかねこう左後ろに飛んでいくイメージ 左に飛んでいくイメージですね。これがスイングスピードを生むんですよ。飛距離を生むんですね。GG スイングとはね、ちょっとのイメージ違うんですけどね、僕のイメージする GG スイングっていうのは、左膝をガバッと割って、回転でもちろん打っていくんですけども、あまり地面張力を使わないこうあ、あのー、腰が伸び上がるような動きを嫌うっていうイメージなんですけども、この、えー、マッシュフルに関してはね、思いっきり飛び跳ねていくんですよね。 むちゃくちゃ飛びますからねこの人この右肘右手の押し込みも半端ないエグいっすだからねどうなんでしょう GG スイングの最高傑作と言われてますけどあまりね GG っぽくないなーって昔から僕は思ってたんですけども皆さんどう見ますかねこれを素晴らしい豪快なスイングですね これでね、豪快だけじゃなくて、彼、小技もうまいですからね。そりゃあ、優勝しますよね。素晴らしいこれはニコラスがね、マシュールフのスイングを実践した、まあ、真似て、遊びでやってみた時のスイングですね。お結構立ってるとこからシャローに入ってきてるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。割と雰囲気出てるぞ。インサイドからアタックできてるぞ。空振りだー 大空振りだすごい空振り !1 ミリも当たってないこれめずらこんだけ空振りするってすごいこれマジでやってますからねいい感じできてると思ったら空振りしてますねああ、笑てますねびっくりしてるんでしょうね多分本人もねおっと、フォワードプレスを入れて、ガバッといって、シャローイングから、おお、いってるいってるいってる先っぽだー 先っぽでフェイスガン開きの右帯だああ笑ってますねやっぱり笑ってます難しいっすさあ第2位はこの人だホワキン・ニーマンちゃんですねこの男も大変態ですよなんていうんでしょうねもう神聖変態とでも言いますかね ツアー2勝、チリ出身の23歳。まだ若いんですけどね。若いのにもうすげえ変態なんですよ。えー、細身の飛ばし屋でね、平均300ヤードを超えて、PGA の中でも飛ばし屋のブリが入りますね。で、ロングアイアンの名手として知られてる。低い球打ってくるんですよね。この人は。もうドライバーでも、ロングアイアンでも、低い球で攻めてくる。なんか好きですね、この人。 でねこんな低い球ってグリーンで止まるのかなと思うんですけど止まるんですよねスピン量が多いんですかねすごい低いでしょ見てこのドライバー,の,うわーこの右サイドベントのこの写真有名ですよねさあホワキ・ニーマンちゃんのスイングを見ていきましょうまずはグリップですねグリップは左フックグリップで右はスクワーに握ってるんですね最近ねそういう握りの選手多いですねコリン・モリカーなんてもそうですよね でこのバックスイングで一番重要なのがここのポジション、え地面とえチャフトが水平のこのポジションで、このフェイスの角度と背中の角度が水平になってますよね、このちょっと斜め、これがすごい重要です、このポジション、みんなも気をつけてやってください、つまりちょっとシャットに上げているんですけどね、でここからアップライトに上げていきます、この選手は。アップライトに上げて でまあ、こんだけアップライトだと、まあ、フェードボールヒッターなんだろうななんて思うんですけど、まあ、確かにフェードボール打っていく頻度多いんですけどでもねすっごいドローとか打っていくんですよこの選手面白いですよ見ててでこのアップライトのこっからシャローイングを行っていくんですけどもああいいですねやっぱこのヘッドがトップよりも外回りして入っていく。 で、クラブが倒れてくく。シャロウィング完璧にできてますね。で、お尻がすっごいくの字。で、こっからですよ。この人が変態なのは、右の側屈ね、右肘ガツン。それで、右サイドベントン見てこれ。以上。変態。と変態 右サイドベントはこの縮む動きですね。右脇腹が縮む動きっていうのは現在ゴルフにおいて必須の動きと言われてるんですがやりすぎ工事だろお前はやりすぎできねえしこんなに体ぶっ壊れるわ。てかアマチュアがこんなに頭を下げて打ったらもうそこオーダーフリーのオーグジャリですわ。で、右肘 カキーンって怪我しちゃいますわ。もう一発、ワンスイングでゴルフ肘蹴って、もう医者にレッツゴー。レッツゴー君渡辺ゴー君ですよ、これ。何このポジション見てこれ。頭の位置。ぐんにゃー曲がってるでしょ、体。右脇腹、右サイドベント。ぐんにゃーですよ。なんすか、この。 かい、わけわかんねえもんな。なんでこれで打ってんのこれ。これはね真似しないでください。死にます。そして第1位はこの人しかいないでしょう。チェ・ホソンですよ。もう、おなじみの選手ですよね。このスイングですよ。 元漁師という一色の経歴でね25歳で初めてクラブを握るんですよそっから猛練習に次ぐ猛練習の猛練習の猛練習でプロになってなんと3勝。 18年は44歳で日本の歌手オープンに勝ってます。みんなこれをね、元漁師ということでフィッシャーマンズスイングと呼びます。すごいですよね。特徴はこの後のクリンパなんですかね。こんなスイングの選手いません。もちろん。全部独学。すごいですよね。 独学でこのスイングを作り上げてプロで勝っちゃうんですからね。真似できない。さあ、フィッシャーマンズスイング解説していきますよ。このバックスイングですね。まず特徴的なのはね。特徴的というかね、0点です。やっちゃいけない動き全部やってます。何ですかこのバックスイングは。 どうやったらここにたどり着くんでしょうかね。考えられないバックスイングですけどね、これ。ここまで見るとこれ完全に外角低めのスライダー打とうとしてますよね、これね。野球ですよ、これ完全に。じゃあなんでこの0点のバックスイングで、えっ、ー、と、プロで参照できたのって。 そんなことできんのって。それは彼が25歳でクラブ握ってから、毎日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 ,毎日何万球も練習したからです。彼の練習量は半端じゃなかったらしいですよ。もう意味わかんないぐらい練習したらしいですからね。毎日ですよ。血平が出るぐらい振ったらしいですからね、この人。 で、その0点のバックスイングから、ダンスイングで何が行われんのシャローイングなんですね。これがまた面白い。現代スイングで必須の動きと言われる、このクラブを倒す動き、ダンスイングでクラブを倒す動き、シャローイングをやってるんですよ。で、彼が20代、30代の時とシャローイングなんて言葉も概念もありませんから、あのね、感覚で多分ね、やってるんですよね。この動きを。で、こっから、 え、インパクト、フォローって入っていくんですが、彼は喫水のドローボールヒッター。もうね、めちゃくちゃクローズに構えます。めちゃくちゃクローズで右を向いて、そっからガツーンとフックボール打っていくんですよ。で、スタンスは超狭い。で、体の回転で打っていくぞっていうのが、そのスタンスから見て取れる。考えられないですよね、このスイングね。元漁師山縮にこのスイングできますか 山と広のり、ヒヒにこのスイングできますか無理ですよ。これ何万球も打ってきた、この男にしかできない、すごいスイングです。で、面白いのが、こっからのクルリンパなんですが、右足を軸にクルリンパするときと、左足を軸にクルリンパするときと2種類あるんですね。その使い分けがどうしてるのか全くわからない。何個も動画見たけど、それだけは全然わからなかった。誰か教えてください。このクルリンパもね、 これ富士山が綺麗だからってテンション上がってやってるわけじゃない。毎回こうですからね。フィッシャーマンズスイング。グレイトスイング。ーンングお